その際立った凶悪性から全国で唯一特定危険指定暴力団に指定されている5代目工藤会。おととし福岡地裁は一審判決で工藤会トップに死刑、ナンバー2に無期懲役を言い渡しました。あの判決から2年、明日工藤会トップ2人の控訴審が始まります。北九州市の繁華街の高級クラブに爆発物のようなものが投げ込まれたようです。ドンドンという音を聞いた男性が運転席から振り返ると、オートバイに乗った2人組の男が県道の方向に逃走していったということです。あちらの奥にパトカーが見えるんですが、あの近くにある建設会社で男性が銃で撃たれたということです。組織の意に沿わない市民に容赦なく牙を剥いた特定危険指定暴力団工藤会。主文後回しです。主文後回しです。野村田上両被告の主文は後回しです。おととし8月24日、厳戒態勢が敷かれた福岡地裁。殺人などの罪に問われたのは、工藤会トップ総裁の野村悟被告と、ナンバー2で会長の田上文夫被告。裁判長は極刑を言い渡しました。野村被告は死刑、田上被告は無期懲役とする。野村被告と田上被告が起訴されたのは4つの市民襲撃事件について。1998年、当時野村被告が組長、田上被告が次期組長とされる若頭を務めていた工藤会田中組の組員たちが、大型港湾工事などへの影響力を持っていたと言われた元漁協組合長梶原邦博さんを射殺した事件。2012年には田上被告の子分菊池圭吾被告率いる5代目田中組の組員たちが、工藤会捜査を担当していた福岡県警の元警部を銃撃した事件。さらに2013年、野村被告の下腹部の施術などを担当した女性看護師を5代目田中組組員たちが刃物で襲った事件。そして2014年、16年前に射殺された梶原さんの孫である歯科医師の男性を5代目田中組組員たちが刃物で襲った事件です。野村悟被告を乗せたとみられる車が裁判所に入ります。2人の関与を裏付ける直接的な証拠がないまま、2019年10月から始まった裁判。野村被告と田上被告は大弁護団を結成し、無罪を主張しました。私はどの事件にも一切関わりありませんし、指示をしたことも承諾したこともありません。何も権限はありません。総裁とは隠居ですね、飾り。どの事件に関しても私が関与したことは全くありません。対する検察側は、元組員など延べ91人の証人尋問を行い、工藤会が会長田上被告ではなく総裁野村被告の指示なしに事件を起こせない上意下達の組織であることを立証しました。死刑が言い渡されたという情報が今廷内から伝えられました。野村悟被告に求刑通り死刑が言い渡されたということです。おととし8月、福岡地裁の足立弁裁判長は推認という言葉を39回用いた上で、野村被告を4事件の首謀者と認定。野村被告に死刑、田上被告に無期懲役を言い渡しました。
野村被告に死刑判決を下した理由について足立裁判長は、量刑判断の中心となるのは元組合長事件である。被害者1名の殺人事件におけるこれまでの量刑傾向を見ると、保険金目的殺人等において死刑の選択がされる傾向が認められる。しかもそれが反社会的集団である暴力団組織により計画的に実行されている点において、特段の事情がない限り被告人野村に対しては極刑を選択すべきである。それ以外の3事件も合わせ考慮すれば、極刑の選択がやむを得ないと認めるほかはない。指定暴力団のトップに死刑判決が下るのは史上初。野村被告たちは法廷からの去り際にこんな捨て台詞を残しました。公正な裁判をお願いしたのに全然公正やないね。全部推認推認推認。こんな裁判があるか。生涯このことを後悔するよ。なんやこの裁判は。裁判官やなく検察官やね。ひどいね、あんた、足立さん。その翌日、弁護側は判決を不服として控訴。しかし、野村被告は去年、弁護方針をめぐって対立した弁護人全員を解任しました。トップに死刑が言い渡された一審判決から2年余り。控訴審は明日午前10時開廷です。では明日から始まるこの控訴審、どう審理が進むんでしょうか。司法担当の毛利記者です。はい、お願いします。ではまず一審の判決を見ていきたいと思うんですが、福岡地裁はですね、利権獲得目的から一般市民を襲撃して殺害するのは極めて悪質として、野村被告に死刑、そして田上被告に無期懲役を言い渡しました。そして両被告は判決を不服として翌日に控訴し、そして一審の弁護人を全員解任しています。では明日からの控訴審ですね、誰が新たに弁護人につくのか、私たちの取材で分かったんですが、そちらがこの安田弁護士という方です。安田義弘弁護士ですね。安田弁護士というと、上谷さん、弁護士界ではどういった印象を持たれていらっしゃいますでしょうか。凶悪事件と言われる事件の被告人側の弁護を積極的にされている先生という印象ですけれども、私が弁護士になってから あんまり積極的にお話を聞いたことはなくてですね、最近になってもそんなに噂聞かないなというのが印象ですね。確かにこう90年代ぐらいは数々のですね、有名事件の弁護を担当してたなという印象がありますよね。はい、そういった中で、ね、安田弁護士というのがですね、どういった人物なのか、VTR にまとめましたのでご覧ください。最高裁の判決に忠実に従った極めて不当な判決だというふうに思っています。裁判所はその被告人の態度あるいはその心というのを完全に見余っていると言わざるを得ないと。カメラの前で鋭い口調で語る人物、安田義弘弁護士です。一審で死刑判決を受けた特定危険指定暴力団5代目工藤会トップ野村悟被告と、無期懲役判決を受けたナンバー2田上文夫被告の主任弁護人を務めます。この安田弁護士、ある異名で知られている人物です。安田弁護士はオウム真理教元教祖の麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚や、和歌山カレー事件の林真澄死刑囚など、裁判で死刑が争われた凶悪事件の被告弁護を幾度となく担当。光氏母子殺害事件の差し戻し控訴審では元少年の主任弁護人を務め、母体回帰ストーリーなど新たな主張に批判が集中しました。
安田弁護士はいわゆる死刑廃止論者。光氏母子殺害事件の死刑判決後の会見では、最高裁の判決と合わせて今回の判決を機にですね、厳罰化はますます加速するだろうと、しかもそれは止めどなく加速していくだろうと。凶悪な事件はまず原則として死刑とする考えに転換されたと判決を批判しました。一件の殺人、三件の殺人未遂で一審で死刑判決を受けた野村被告、そして無期懲役の判決を受けた田上被告。明日から始まる工藤会裁判の控訴審で安田弁護士は何を主張するのか。無罪主張か減刑か、あるいは全く違う主張なのか。控訴審の初公判が注目されます。はい、こちらが安田弁護士が、携わった主な裁判になります。オウム真理教事件や、和歌山の毒物カレー事件など、多くですね、一審で死刑判決を受けた、裁判を担当していると思います。これまでの裁判で安田弁護士の主張はですね、無罪であったり減刑というものを主張していて、実際に死刑判決から無期懲役に覆ったというような事件もあります。では一審で死刑判決を受けている工藤会トップの控訴審がどうなるのかというところですが、工藤会の事件をですね、取材している中で気になる事件がありました。それがこちらです。1998年に起きた小倉北区のパチンコ店の恐喝事件です。この事件では両被告とも共に逮捕されていますが、捜査関係者によると田上被告は野村被告を守るために全ての罪をかぶり、最終的に野村被告は起訴されませんでした。こうした過去の行動を考えると、今回この工藤会のですね、指示系統とされる図からトップの野村総裁を切り離すことで野村被告の死刑回避を狙うという可能性も考えられると思います。その点、上谷さんいかがでしょうか。まあ、先方としてはありえますよね。もう野村被告は死刑なわけですから、もうこれからこう何か逆転を狙うというと相当なことをしないともうほぼ無理だと思うので、もちろんそういったシミュレーションもしているんではないかなと思います。田上被告から新たな主張があるのかどうか、そもそも工藤会ナンバー2とはどういった人物なのか取材しました。これは今から45年前に撮影された映像。捜査員に連行されている人物が映っています。後に特定危険指定暴力団5代目工藤会会長になる田上文雄被告、当時21歳です。捜査資料によると、田上被告が工藤会に入ったのは16歳の時。当時工藤会最大勢力田中組傘下の組員になった田上被告は、24歳の時に敵対する組事務所に猟銃を発砲するなど、若い頃から暴力団社会で実績を積んでいきました。1990年、田上被告は野村悟被告率いる三代目田中組のナンバー2、若頭に昇格しました。工藤会捜査に携わった元福岡県警の藪正隆氏によると、この人事は異例だったといいます。田上会長はですね、工藤会田中組の、中島組、そこ のナンバー2若頭してたんですね。それをさらにその中島組の上の田中組の若頭に大抜擢してるわけですよ。それは野村総裁がしてるわけですね。ヤクザ暴力団としての実績もあるし、田上会長は結構下の組員にも人気あるんですよね、人望あるんですね。能力を野村総裁は高く買ったんではないでしょうか。2000年、工藤会の4代目会長を継承した野村被告は、田中組の後継者に、そして組織序列3位の理事長に田上被告を指名しました。
そして2011年、田上被告は野村被告から工藤会の5代目会長の座を譲り受けました。野村被告に引き立てられ工藤会最高幹部になった田上被告、野村被告には絶対的忠誠を誓っていたといいます。20年前になりますけど、あの野村総裁の自宅の捜索差し押さえを責任者で言ったんですよね、うん、たまたまその時野村総裁はですね、2、3日前から風邪ひいて、うん、あの2階で休んでたんですよ、うん、当時は田上理事長ですけども、総裁の部屋の捜査がやめてくれんですかというわけです、うん、わしのところはひっちゃかめっちゃかしてもらっても構いませんよと、うん、でも今こうやって具合悪いんやからやめてくれんですかというようなことを言うわけですね、うん、それはもうできませんの でそれは仕方ないでしょうということで、うん、ちょっと口滑らしたんですね、うん、そしたらそれまで冷静だった田上理事長がですね、もう激怒してもう大声出して仕方ないじゃないかってことでうわーってなってですね、そこは古参幹部たちがですね、理事長ということで押しとどめて、うん、で別の部屋に田上理事長を連れてってですね、うん、ただその時のやっぱ田上理事長の怒り方はですね、あれはちょっと尋常じゃないなというのは、野村総裁に絶対忠誠を誓っとるなと、うん、捜査員に見せた野村被告への強烈な忠誠心。明日から始まる4つの市民襲撃事件の控訴審で、田上被告はこれまでの全面無罪主張を一転し、野村被告に無断で襲撃を指示したといくつかの事件で関与を認めるのではとの観測もあります。少なくとも野村総裁だけはですね、助けたいという気持ちがあるのかなと、自分を引き立ててくれて、でここまでしてもらって、自分が懲役行ってでも親分を守ると、うん、信念というか、あくまでも彼らなりの信念、それに準ずるつもりじゃないでしょうか、うん、田上会長にとってみればですよ、何よりも大事な存在だったんじゃないですか、うん、野村総裁が。注目の裁判ですが、工藤会トップそしてナンバー2の控訴審初公判は明日午前10時福岡高裁で開廷します。